どうしたの？みんな、行くわよ。さあ、私たちも行きましょうか。みんな、行くわよ。ごきげんよう。了解ですの。ジャッジメントですの。動画をご覧になりますわよ。おにやり方さえ間違えなければこうはならなかったでしょうね。そちらをお見せできる状態でやり方さ、お姉様ったら町の往来でなんと大胆だ。私としては二人してそのままの体勢でもよろしかったのですけれど、どお姉、元アスリートの冷却は準備ができましたらお声をかけてくださいな。調査を始めましょう。とはいえ
この学区が怪しいと踏んだまではいいもの。どこから手をつけようか。何かしらの取っかかりが欲しいところね。誰か意見があったら聞かせ。実際に嫌がらせをされたという報告があったところから慌てていくのが正義でしょうね。そうですね。他に手がかりらしい手がかりもまだありませんし。制裁指導による過激な書き込みか。あ、そうだ。何か思いついたんですか？その手の情報なら、あれで何かわかるかも。あれって、何なんです？とっておきの情報源があるんだよ。手がかりは一つでも多い方がいいわ。さてさん、案内してくる？どうしたの？その雑誌、先週号で休刊になってますね。休刊？残念でしたわね。まあ、それよりも、これからどうするかを考えようよ。と言われましても、すぐには思いつきませんの。今まで通り、制裁指導のものだと思われる過激な書き込みをもとに調べていくしかないと思います。都市伝説を追っていた私の友達が襲われて、そしてゴシップ誌の休刊。え？何？サテンさん、聞き込みに行くよ。ちょっと待ってください。むしろこれは進展ですよ。これは陰謀です。制裁指導が関わっているに違いありません。え？あ、偶然じゃないですか。その雑誌あまり売れてなかったみたいですし。私は前も買ってたもん。それに紙切り虫だって最初は噂話だったのに、その陰に犯罪が隠れていたじゃないですか。誰かが都市伝説を意図的に潰そうとしている。学園都市レベルの大きな陰謀の匂いがします。話が壮大すぎるような。調べてみなくちゃわからないじゃないですか。こうしちゃいられません。報酬で都市伝説に関する情報を集めなくちゃ。どうしよう、変なスイッチ入っちゃったみたいです。困ったな。あんな調査に行きましょう。それサビテさん、待ってください。私めまいがしてきたのですが、お姉様、どう思います？サテさんには悪いけど、猫道の呪いはないんじゃ。何事も調べてみないと分かりませんよ、ミサさん。さあ、今すぐ猫道の調査を始めましょう。そして、ゴシップ誌にかけられた呪いの時、復活させるんです。ミハルさん、なんとかならないの、これ。サテさんがこうなっちゃったら